ブロック軍はアメリカ合衆国ジョージア州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7万217人であり、2000年の5万5983人から25.4%増加した。近年は急成長を遂げている。軍庁所在地はステイツボロイチであり、同軍で人口最大の都市でもある。 ブロック軍は1796年2月8日に設立された。近年は急成長を遂げている。ブロック軍は1776年2月にセントフィリップパリッシュから分離してジョージア州議会により設立された。ジョージア州では21番目の軍だった。軍名はサウスカロライナ州生まれでジョージア植民地総督を務めたアーチボールドブロックにちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は688.84平方マイルであり、このうち陸地682.07平方マイル、水域は6.77平方マイルで、水域率は0.98%である。ジョージアの海岸平原に位置しているので、地形は大半が平坦である。しかし北西部や中央部では、いくらか丘陵が見られる。 小木いちの南西にあり、他にも多くの小さな水流、池、沼がある。これらの地域では、落雨症のような樹木が見られる。高地では松、多くなど、アメリカ合衆国南東部に固有の様々な樹木が自生している。週刊高速道路アメリカ国道ジョージア修道以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。